おはようございます。今回はですね、豚の売る時のね、出荷の時の価格、市場価格が下がりました。はい、今まではというか、前回売った時は80キロオーバーの豚がキロ当たり、230円ぐらいでした。で、80キロ以下のね、豚がキロ当たり220円ぐらいだったんですが、今回なんと、8月いっぱいまで、この肉用のね、豚肉になる豚の数がね、たくさんいるようで、キロ当たり売っても210円ぐらいに、ね、なりました。はい、なので、前回と比べると1キロ当たり20円ぐらいね、差があります。1キロ20円、80キロの豚10頭売ったとして800キロですね。1キロ20円なので1万6000円の差があります。豚1頭分ぐらいね、差があります。はい、まあこればっかりはどうしようもないので、まだね、レストランも全部ね、お客さんで賑わってるわけではないですし、豚を出荷してもですね、その豚がどこに行くか、まあレストランとかはね、そんなに行かないとなったら市場とかスーパーマーケットだけになって、あまり需要と供給がね、合っていないという状況です。豚がたくさんいて、消費する人があまりいないという状況ですね。はい、まあ8月を超えて9月からはね、またどうなるか分かりません。はい、しあとはまあ個人的に、何かパーティーとかで豚が1頭ね、1頭分豚の料理を作りたいとかいう人がね、村人でいれば価格は交渉ですので、1キロ230円240円ぐらいにできると思います。はい、あとはもう自分たちでまあ屠殺してさばいてですね、で村の人に売る、と少しね、儲けが出ると思いますが、このまま、オークションマーケットの市場にね、マーケットに売ってしまうと、キロ単価がね、かなり安くなってしまいます。はい、そうですね、月末出荷予定だったのが、大きいこの中のね、メスの豚1、に今立っている 2頭とこのネコロンデビットですね、1、2、3頭を除くオスの豚のうちの大きい6頭をね、出荷予定だったんですが、まあまだどうなるか分かりません。もしくは、個人的にね、けど220円30円ぐらいで買ってくれるバイヤーが見つかれば売る形になります。はい、まだ、どうなるかは分かりませんが、市場価格が下がりました。210円ぐらいになりました。はい、ちょっとショックです。はい、こちら母豚の出産はもうすぐです。もうすぐあと1ヶ月切りましたね。2、3週間ぐらいで出産なので、また子豚のね、動画が撮れると思います。はい、こっちは、だいぶ下痢気味のね、子豚が増えてきて、まあなんでかなという感じで、少し餌を調整しながら様子を見ています。はい、ということで今回は、売る時のね、値段が下がってしまいましたという動画です。はい、
ご視聴ありがとうございました。終わり。